畑田だひとみは、日本の体操競技選手。セントラルスポーツ所属。日本代表候補メンバー。町田市立南なるせ中学校、日本体育大学エバ高等学校卒業。早稲田大学在学。ジップは、バルセロナオリンピック団体総合の銅メダリストである、畑田義明、実母も元ユニバーシアード代表の体操選手という、DNA を持ち、妹のはただせも、 現役の体操選手である。広島県生まれで東京都町田市育ち。小学3年時から体操競技を始め、実母がコーチを務めた。ジップが鉄棒が得意種目であったが、瞳も段違い平行棒が得意種目である。2018年5月の NHK 杯体操選手権兼世界選手権代表選考会において個人総合で3位となり、 カタールのドーハで開催される世界選手権の日本代表候補となった。2019年、イタリアナポリで行われたユニバーシアードでは、個人、団体総合を含む4つの金メダルを獲得。同年10月に行われた世界選手権では、団体総合で11位に入り、東京オリンピックの団体出場権獲得に貢献した。2019年12月16日に、 妹の畑田千愛と共に、アミューズとマネージメント契約を締結した。2021年、東京オリンピック代表入りをかけた全日本で2位に入ると、続く NHK 杯でも2位に入り、村上松愛、平岩ゆるな、杉原愛子と共に、自身初となるオリンピック代表に内定した。また、父の畑田義明と共に、父子でのオリンピック代表となった。 2020年、東京オリンピック体操女子団体総合には、村上、平井は、杉原と共に出場し予選を8位で通過し、決勝で順位を上げたものの5位となった。ありがとうございます。